前回はですね、旧桐生市内ということで、はい、お話を伺ってまいりましたけれども、今回はですね、黒骨地区、そして今再録を進められている途中という新里地区についてお話を伺っていこうと思っています。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、桐生の方ではですね、民話の数が約400、あ、全部それはこれは黒骨新里入れてですね、入れてですね、今のところ、はい、はいはい、でそのうちですね、黒骨地区では民話というのは何話ぐらい今、128話、128話、あの収録できたんですけども、はい、でも先日川池光雄さんという方、元の黒骨の教育長さんですけども、はい、この方がやはり黒骨の民話という本を出しております、はい、65話あるんですが、はい、ストーリーがだいぶ違いますし、また違う民話もたくさん入ってます。だからそれらを生かしますと黒骨は200話近くいっちゃうんじゃないでしょうかね。すごい量だと思います。はい、特色としては旧桐生市内の民話と黒骨の民話と何か違いなどはあるんですか？そうですね、黒骨というところは全体の4分の3、これが山林だそうですけれども、そのせいかやはり山上様と言われている12様、これに関わる民話が相当多いですね。それからあとはなぜか弘法大師に関わるもの、旧市内にも弘法大師はありましたけれども、それほど数はなかったんですね、はい、ところが黒骨では一箇所、上田沢というところに限ってなんですけども、かなりまとまってありました。実際にその弘法大師に関わるものというのはどのようなお話があるんですか？やはり水を探すって言うんですかね、あちこちよく石上でこの地面をつきますと水が出てきたという話が多いんですけども、全国的には、はいはい、黒骨もその中の一つがやはりありました。でもう一つは全国を巡釈してきまして、そして喉が渇いたということから黒骨でもってお茶をいただくんですけども、はい、そのお茶の水がうまかったということから、そのお茶の水を汲んできた泉のことを、それをお笹の泉と言ったんですけども、今後安全にしかも美味しく飲めるようにという、そういったことでもって度胸をしているというのもありました。だから土地の人が弘法大師という偉いお坊様が来てくださったということで祠を建てまして、そこの土地をお茶の道と書いて茶道、あるいは茶道とも言うんですけども、そういう地名にまで残していると。あとは弘法大師そのものが黒骨にお寺を作りたいという願いを持ってきたんだということで、あちこちを探し歩いて、その土地をですね探し歩いたんですが、やはり山のために立派なお寺を建てるだけの面積がないといった意味の民話が伝わってますね。はい、桐生の中にもその弘法大師が出てくるお話があったっておっしゃってましたけれども、はい、やはりあれですか、同じような内容なんですか、それとも全く別のものですか？梅田と川内にあったんですけども、はい、一つは桐生の旧市内の方は巡釈中、やはり釈上でもって地面から水をということで、もう一つは川内の方は地元の人たちからやはり井戸の水をいただくという、やはり水に関係している、変わってるんでは梅田町の4丁目に残ってたんですけども、ここはジャヒッツラという方言ですね、これはアバタです。そのアバタを弘法大師がそのくれた布でこうに顔を拭きましたらば綺麗に治ってしまったという、そういうことですね。そんなそれはまあ他とは違う変わった民話に入ると思いますけど、それが残ってました。十二様関係のになりますと、十二様は山神様がもちろん木こりやその他山で働く人のために安全
ということを守ってくださるということで、いろいろな信仰がありました。一つは竹筒に入れたお酒を備えて山に入る、安全に仕事ができたら帰りにはお礼参りでお礼の言葉を述べて帰る、こんなのがありましたしね。それから変わったのではお産の神様、はい、難産を防いでくれると、妊婦の方がお産間近になったらば、そのご主人が難産でないようにお願いに行くと、ご主人の後十二様がついてきて、お産の現場でもって十二様が一生懸命この元気づけるというか激励してくれるというか励ましてくれる、まあこんなのが残ってましたね。それから変わってるところでは味噌のついた握り飯、これが大変好きだと。それから口笛が好きなんだと。だから口笛吹いてはいけない、それからそういった味噌のついた握り飯を持ってってはいけないというのは、十二様がそれを好んでしまって山の安全を守る注意が欠けてしまう、そういうようなことがやっぱり出てましたね。はい、清水さん、あの黒船の民話を再録され始めたのは、あの桐生と合併してからですか？そうです、そうです、そうです。私が18年、平成の18年に病気になって入院しました時に、はい、元の友達がこのお見舞いに来てくれましてね、はい、清水さん黒骨新里が仲間に入ったんだからまた仕事ができるねと言われたのがきっかけで、まあもちろん桐生に入ってくれると、私桐生の面を調べたいってことで桐生に限定してここに回ってましたから、はい、まあもともと回ろうとは思ってたんですけど、その言われたことが、まあ、とにかく一番の動機ですね。それと、はい、もう一つはたった2ヶ月の入院なんですけどね、体力落ちちゃうんですよね。歩くのがやっとになってしまって、そのために調べに行きますと民話のある場所に歩いていかなくちゃならない場所は随分ありますから、まあ、体力回復ということも一つの目標にしましてね、それで回ってみたんですけど、まあとにかくあれですね、黒骨の人たちっていうのはやはり人情味って言いますかね、純朴って言いましょうかね、すごい温かいですよ。だから同じ、まあ、旧市内の人たちももちろんいろんな点で協力していただいたんですけども、はい、特に温かみ触れ合いっていうのでこちらが励まされちゃった点がありますね。まあ一番簡単なのは、端的なのは、わしらに聞いたってわからねえよって言うんですよね。伊興寺の和尚さんに聞くのが一番いいと、大塚の茂爺さんがいいよと、この方も亡くなりましたけどね、そういうようなことでもって名前を挙げてこの人に聞くといいよっていう指導 の教え方してくれましたね。そういう点では随分助かりましたですね。で中にはもうこの方も亡くなったんですけど、関口博さんって、あのアナウンサーですか、にと全く同姓同名で字までも同じ方だったんですけど、私が田島峠行って見つけた場所にないんですよ。でいよいよ諦めて、この方に聞いて分かんなかったらおしまいにしようと、そこで言葉かけて場所を聞いたらば、あここにあるんだけど、あんたみたいなよそから来たもんに話したって分かんねえだろうと、わしが案内するよ、車に乗せてくんなってんで、仕事しているのに桑や何かを放り出して車に乗り込みましたね。戻ってきて実はお名前聞いたんですが、その方が関口文次郎さんの子孫だったんですよ。でなんとこの方は黒骨の村会議長さんまでやられた方だと、だからそういったリーダー格にあった方たちがそういうふうな自分の仕事を投げ出してまでも道案内してくれるって素晴らしいその土地の雰囲気を持っててくれましたね。そうですね、以前清水さんが民話を再録されたきっかけが、その民話のお話をね、公民館などでしていて、はい、まあ、他の公民館にね、こう公民館を何箇所かこう転々とするときに、やっぱりその土地のお話を一つでも二つでもっていうところからこう、そうでしたね、範囲が広がっていくっていうお話を伺いましたけど、はい、黒骨とか新里などでもその再録された民話について、今度逆にお話しする機会とかっていうのは今までにありましたか？黒骨、その新里についてはまだ
ありません、うん、ただあの時もお話したかもしれませんけど、お話の学校の方たちが学校もあってこの民話を伝えてるんですが、やはり黒骨新里にも足を入れてるということですから、私はありませんけどその方たちを通して伝えられてるんじゃないかと、そんなふうに思いますね。私は今桐生の市内に住んでいるんですけれども、はいはい、やはり親の世代が子どもたちに桐生の民話を知っていて、こう直接お話をしてあげられるっていうことがなかなかなくてですね、やはり清水さんのその収録されてる民話のお話を読んで話すことはできるんですけれども、うん、なかなか市内の方ではその親から子に民話をっていうのが今は少なくなってしまったのかなと思うんですが、黒船とかっていうのはいかがなんでしょう。その辺は直接お話をされてるんでしょうか、はい、子供たちは。やはり今のお父さんお母さんは知らない人の方が多いです。あ、そうですか、はい、ですからやはりこの本やあるいはテープに撮った、はい、そういったものを通して聞かせるという、そういう機会を持たなくてはならないのかもしれませんですね。ですね、ではやはり桐生市内だけではなくて、旧市内地だけではなくてですね、はい、やはりこうね、民話が語り継がれていってるのではないかとね、はい、お話を伺ったり、イメージした黒船なども、うん、やはりこういった形で本に残したりとかって、今も重要になってきますね。そう思います。で、黒船が3年間で、去年、新里に入ったんです。はい、言い換えれば、桐生、私が退院後、4年目が新里ということになりますけど、新里の方のまだわからない人が増えてます。ですからそういった面ではますますこのままでおきますいますと、民話そのものは消えていくと。前回も消えゆく文化財ってことをお話ししましたけども、はい、まさにその通りだなということをまた実感しました。ではこの黒骨の方で再録をされたお話が128話あるってお伺いしましたけれども、はいはい、これは3年間で。そうです。あ、で結構多い、はい、3年間のですから、まあ、先ほどのこの、川池さんの民話を加えて、うん、で私も実は途中でしてね、うん、と言いますのは新里の友達から、うん、いつ新里へ来るんだって知りたたかれましたね、うん、それでまあ霧をつけて向こうへ移りましたから、はい、まだ黒骨入りますならば得られると思うんですよね、うん、ですからそういった点では、うん、まあ、新里の霧がつきましたらもう一度行ってみたいなと思ってるんですが、うん、あ、思ってはいけないそうですねこの間テレビに出ていたある方が思ってるというのは実現しないと、あ、やるんだと言わなきゃダメだと伝えたから、まあ、勉強になります、やりますね、はい、ではそれですね、この3年間で128話、はい、黒骨ではハイペースでちょっと進みましたけれども、はい、新里の方はそのスピードではなかなか難しい。そうですね、うん、でも1年間で40は取れましたから、あ、まあこれから今年また巡ってどのくらい取れますか、はい、ただの文献やその他もあさって見たんですけども、はい、それからしますと黒骨の半分は行くか行かないかというというのは、黒骨よりも新里のが開けちゃってますね。そうですね、それとやはり旧市内から向こうへ移って住んでる方が結構多いんです。そういった意味からもやはり伝わり方が落ちてるんじゃないかという感じがしますね。だから新里の方はとにかくこれは竜が多いんです。竜、ですから何ていうんですかね、竜が夜水飲みに出ちゃって、うん、里の人を脅かしているとか、はい、だから新里で面白いのは東京の地名を、うん、新里の地名で伝えたっていう民話があるんですね。まあ簡単なこと言いますと、徳川家康がまだ江戸をこの切り開いてる最中に、うん、新里のお坊さん、うん、これは上皇寺ってお寺さんなんですけども、うん、お坊さんが用事があって江戸行きましたらば、うん、わしらの村にはまだ名前がついてないと、うん、上州から来てくれたお坊さんなら偉いお坊さんだろうと、うん、名前をつけてくれって言われちゃって、うん、困ってというのは準備してませんから、うん、かといって知らつけられないっていうわけにはいかないんで、うん、ふっと思い出したのが新里の土地の名前、
はい。それで新里の名前は例えば板橋だとか。板橋って場所ありますよね。はい。あちこちの新里の名前を伝えて、元宿もそうですね。へえ、そうなんですね。今残ってますね、確かに東京にも。そういう地名が。荒宿は新宿。あ、向こうは新宿ですね。はい、あ、新宿はごめんなさい、桐生です。向こう新宿ですね、はい。そういうような言葉でちょっと変えて、向こうの地名にしたんだと。まあ伝承としては面白い。ですからまた変わった黒骨とは違う民話が向こうには生きてますね。だから新里もこれから楽しみです。いいですね。ただ小技を知ってる方がいないので、私が小技で聞きましても返答はないんですよ、はい。ある程度の調べが進みましたら師匠へ行きましてね、桐生市役所の師匠へどこなのか聞いてまとめて行ってみようかと思うんですけど。そうですね。こういった新里とか黒骨とか、ね、そちらの地域の、ね、民話の話というのは、初めの手がかりとしてはどこからこう収録の方され始めたんですか。結局に、黒骨の場合はある程度名前をお聞きしたお宅へ行きまして聞くことできました。でも新里の場合はどちらかというと私が文献で調べていったものをちょこっと伝えてからでないと、話してくださる方があまりいないですね。要するにですから昔聞いたっていうのも頭によみがえらせて話してくださるという方はありましたですね、はい。ですから例えばこういう薬師様があるって聞いてきた、まあ、目薬師なんですけどね、目の病気を治してくださるという薬師様があるってこの辺であると聞いたんだけれども、その辺についてはどうなんですか、あ、目薬師さんはそこですよっていうふうな形で、なるほど、いう形で出てくるということですね。でもね、やっぱり私たちの世代ではなかなかそう聞かれてもすぐには、あそこのことだなっていうのが、分かりにくいかもしれないですね。ですから、まあ、新里の特色がまだどうってことは、先ほど龍の話が多いってこと言いましたけども、これから調べようと思ってるんですけど、はい、国沢中寺の民話が残ってるんですよ、文献では。うん、まあ、赤毛の山麓ですからって不思議ではないんですけども、黒骨では1話でした、中寺の民話は。ところが新里では今のところもう2話あって、そしてどこのお宅だかまだわからないんで聞きながら尋ねようかと思ってますけどね。ですから、まあ、場合によるともう少し聞けるのかなという気がするんですよね。まああとあちこちしちゃってあれですけども、黒船の方では美人さんがだいぶ出てくるんですよね。その美人さんのその娘さんに、その前橋や高崎の殿様や若様が惚れちゃって、そしてそれを断るのにタヌキが動いてるんですよね。ですから、まあ黒船の方はタヌキ、イタチがだいぶ出てくるんです、民話の中に。まあ、ここら辺もやはり山の中ということの民話という気がしますね。桐生市内って織物関係の民話もあったじゃないですか、はい。黒骨とか新里とか織物はないですね。はい。ですから、あの辺では生糸を紡いでいたところがちょっと名前忘れました、水沼にありましたね。これは縄文新聞で連載している中にありましたけども、はい。これは板橋さんという方の何か親戚の方が経営したらしいんですけど、その板橋さんに案内していただいたら、もう建物があるだけでもう荒れちゃって何もないんですけど、でも生糸を紡いでいたというその有名な場所なんですから、もう少しお蚕や何かに関わって出てきてもいいかと思うんですが、黒骨は本当にちょっとしか出てこなかったですね。お蚕の種を、まあ結局三種ですかね、これを保存するために土をの中に、まあ、おそらく気温だから、ごめんなさい、温度が一定にできるので保存するってことで、
やったんだと思うんですが、それの民話が一つと、からお蚕がどうしてできたのかっていう民話が一つ、それとあとはお蚕についての民話っていうのはあまり得られなかったんですよね、黒船では。新里では今のところやはり全く出てません。ないですね。あるいは私の方で意識して何か養蚕についての民話は残ってませんかって聞いてみれば出てくるかもしれませんですけどですね、まあ群馬の地名っていうんですか、あれで見ますと黒船は 5% しか田畑がないんだそうですね。ほんとのわずかということですね。でその養蚕をしたのは農家の方ですから、そういった意味では意外と養蚕に関わっている人は少なかったのかという感じもしないでもないですね。前回もお伺いさせていただいたんですが、はい、最後にですね、ラジオをお聞きの皆様にメッセージといいますか、はい、民話を再録されている、清水義雄さんからメッセージということで、はい、一言いただけますでしょうか。メッセージになるかどうか分かりませんけども、とにかく聞いてるだけでも子どもたちは目を輝かしてくれます。お父さんお母さん、ぜひ民話にもっともっと親しんでいただいて、子どもたちに夜話でも結構ですから話をしてあげられるチャンスを一つでも二つでも増やしてほしい、そういうふうに思います。それからこの間も言いましたけれども、ぜひ地元に残っている民話を皆さんのお集まりの中でお互いに再録し合って伝承していただければ、こんなふうに思いますけども、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、今回はですね、伝説民話について、再度ですね、清水義雄さんにお話をお伺いしました。本日は清水さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。